早弁です。今日は大阪府西田に来ております。こちら居酒屋グランマ亭というところでね、チェーキエバラがね乗ってて、こちら令和新選党だとか社民党のねポスターががっつりと貼ってあるお店ですね。ちょっとね行ってみようと思います。まず頼みました、こちらレッドハイボールというそうですね、それにポテサラです。レッドというほど赤くないですね。ポテサラ、うん、優しい味ですね。マヨネーズとかそんなに効いてない感じ。あ、体調のとこどうするんだろう。クラッシーか私かい。クラッシーどうする。これは結構このキウイが入ってるポテサラ好きなんですね。でマヨネーズをあんま使ってない分、こっちにマヨネーズが別皿であるのかね。ああこれは多分1975年のこの辺りの絵ですね。うん、いやいやだけど、うん、結構このポテサラ好き。うまいですね。ニンニクの素揚げ来ましたね。半分に切ってそれを丸々揚げてるんだね。ニンニクを抜いてみました。で、だし巻きも来ましたね。だし巻きからいただきますかね。おお、うん、結構丁寧に巻いてある。ない味わいで、うん、これも結構好み。あニンニクの素揚げ、まあ、一応塩あったんで出してくれたんで、これもちょっとだけつけてみますかね。いける。いや山野さんお父さん電話多分起きると思うんですよ。プレーンでうまい。で、味噌をつけてみましょう。味噌合いますね。うん、うまいうまい。この後いただいてきます。はい、いただいてまいりました。結構ね、とがった店なのかなと思いましたけどね、出てきた料理だとかに関しては結構優しい味で美味しかったですね。うん、まあ、カレーとかもね、いろいろあるのでね、またちょっとね来てみたいと思いました。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。